こんにちは、タレヤノです。今回はダン・タクマさんをご紹介します。まずお顔を拝見。ちょっと羨ましいぐらいのですね、イケメンなんですよ。まあ今で言う濃い醤油顔っていう感じですかね。福岡生まれのダン・タクマさんなんですけど、12歳の時にですね、英語を学び始めまして、上級武士だったダン一族のですね、養子となります。で、福岡藩のですね、海外留学生に選ばれまして、アメリカのマサチューセッツ工科大学に留学することになります。7年間留学しまして、20歳の時にですね、マサチューセッツ工科大学も卒業されるんですよ。それで日本に帰ってこられます。もうね、優秀そのもの。中学生の時にですね、アメリカに渡ったとしたらですね、私だったらちょっと何してたかなと思うんですよね。マクドナルド三昧とかね、ミュージカル見に行ったりとか、なんかそういう方になっちゃってたんじゃないかなと。だからそれをですね、13歳から20歳の7年間で、マサチューセッツ工科大学卒業されて戻ってこられるわけですよ。で、そんなダンさんなんですけど、マサチューセッツ工科大学で、鉱山学を学ばれました。で、帰ってこられて、鉱山の専門家としてですね、働こうとしたんですけど、ちょっと職がなくてですね、大阪とか東京で数学とかですね、天文学とか、ちょっとやっぱり鉱山業と関係のない仕事をしてました。せっかく鉱山業を学んだから、なんかスキル活かしたいよなっていうですね、そういう結構もうやきもきしてたわけですよ、ダンさん。で、それを見かねたですね、親友が紹介してくれまして、工部省での採用っていうのは決まります。で、工部省っていうのは、今で言うとこの経済産業省みたいなところで、経済のですね、発展のために何かできるかなっていう国の機関だった。で、工部省でですね、国が運営していた三池炭鉱っていうところの担当になりまして、まあ、欧米担当としてですね、出張することになったんですよ。で、その海外出張をしている時にですね、国がその三池炭鉱をの民間企業に渡すと、民営化しましょうっていう話になってですね、三井財閥の手に三池炭鉱が渡るわけです。海外出張してたらですよ、突然自分の職場がなくなった、転職しなあかんなって思うわけですよ。で、もう早速そのダンさん、行動が早いですから、転職活動しまして、自分の地元の福岡県庁に採用が決まるわけですよ。福岡県庁に帰ろうと思ったらですね、今度は三井財閥の増田隆さんという方がですね、いやいやいや、三池炭鉱はと、確かに勝ったけども、これね、ダンさん、彼のことも見越した上で勝ったっていうことになってですね、ダンさん、なんと福岡県庁から引き抜きまして、福岡県庁の当時の2倍の給料っていうのをダンさんに支払うことにします。もうだからそこまでして三井財閥はダンさんを欲しがったんですよ。こうやってですね、三井財閥にダンさんが入ることになりました。新しく作られたですね、三井鉱山株式会社っていうところの専務理事として就任します。で、そっからですね、ダンさんの快進撃っていうのが始まります。まずその当時、三井鉱山っていうのは、まあ、炭をですね、掘りまして、海外に輸出する仕事っていうのをしてたんですけど、まず三池炭鉱のですね、その港を整備して、鉄道を整備して、で、さらに排水工事みたいなところもですね、解決させましてですね、もう本当にそれで三井鉱山の利益というのは右肩上がりになるんですよ。もうこれ本当にまさに、マサチューセッツ工科大学で鉱山業を学んだですね、ダンさんの手腕あったからこそなんですよね。当然そのダンさんを引き抜いた増田さんの気持ちもさぞ嬉しかったことと思うんですよ。俺見てみろと。あのダン君がやってくれたぞみたいな、なんかそんな気持ちだったのかなと思うんですけど、まあ実力が評価されまして、三井財閥をまとめる三井合名というですね、会社にも引き抜かれるわけです。で、さらにその三井合名の理事長にも選ばれることになるんですね。で、ヨーロッパに当時その出張したことがあったダンさんなんですけど、そこで信頼関係を築いていた三井合名の社長であった三井高宗さんと共にですね、名コンビというふうにですね、言われることになります。こうやって三井財閥の実質のトップとなったダン・タクマさん。ただですね、時代は昭和に移りまして、世界恐慌であったりとか、そういったですね、不安定な出来事っていうのは続きまして、世の中で不安が広がりましてですね、財閥をよく思わない人たちがですね、批判するようになるんですよね。で、さらに、ドル買い事件っていうのが起こるとですね、もう財閥に対する風当たりっていうのはすごい強いものになりました。例えば、その政界とかですね、財界のドンとかもですね、狙われるようになるわけですよ、命を。で、当時、ダンさんっていうのはですね、三井財閥のトップなわけですよ。もうそれはですね、みんなが知ってる。もうダン・タクマといえばですね、三井財閥のもう頂点みたいな、そういう存在だったんですよ。当然、狙われる立場にあるわけですよ。ただ、ダンさん、ここで何を言ってたかって言ったら、いやいや、俺はね、悪いことはしてないんだから、別に狙われる筋合いはないって言ってですね、防弾チョッキは着ないし、語弊もですね、つけてなかったんですよ。
でしかもさらに普通のですよ、あの役職の方っていうのは、例えばその三井のね本館、まあ、あの三井本館に関してはちょっと別の動画でご説明してるんですけど、その三井本館へですね、あの行くとき、だ会社に出勤ですよね、するときに普通の役職員の方は裏口を使うんですよ。でもダンさんは正面玄関からこう普通に歩いてたんですよ。いや俺はね何もしてないから大丈夫だみたいな。でそうしたところですよ、1932年3月5日11時25分ダンさんがですね、三井本館の正面玄関の階段をタタタッと上がった時に、突然横からですね青年がバッと来て、この左胸ですね拳銃をグッと押し当ててパッと発砲しちゃうわけです。でまさかもう周りは騒然ですよ。でそのままですね医務室に運ばれるんですけど、間もなく亡くなっちゃいます。75歳だったんですよね。まあその日はですね、ダン・タクマ暗殺猿っていうですね一大ニュースですよ。三井財閥の実質トップの方が突然暗殺されるわけですから、もう日本中をですね衝撃が駆け巡ったというのがダン・タクマさんの暗殺の顛末でした。まあ実はですね、ダン・タクマさん暗殺されてしまったんですけど、あのダン・タクマさんのご子孫、まあご子孫の方っていうのはですね今も活躍されています。例えばですね、ダン・タクマさんのお孫さんでいらっしゃいますダン・イクマさん、この方はですね、皆さん名前はご存知でなくても歌は聞いたことあるのかなと思うんですよ。日本を代表する作曲家でして、ゾウさんとかですね、カタツムリとかそういったような童謡も数多く作曲されてますし、あとですね、あの歌劇であったりとかクラシック作音楽であったり、そういったところも作曲されてます。でさらにそのダン・イクマさんの息子さんでありますダン・ノリコさん、この方は建築家として有名で、台湾のですね空港のターミナルであったり、あとはその日本橋、東京の日本橋の室町の建築の設計をやられてたりとかですね、かなりあのその業界では活躍されています。でさらにそのダン・ノリヒさんの娘さんがですね、ダン・ハルカさんと言いまして、日本テレビ系列の ZIP のレポーターとかも務められてて、まあ、芸能界で活躍されています。ということでですね、本日はダン・タクマさんについてお話してきました。いかがだったでしょうか。今回も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画がですね少しでも役に立ったということであれば、ぜひ高評価押していただけるとすごく嬉しいです。まあ、これからもですねこの歴史に関する謎であったり話題であったり、まあ、あとはその財閥関係のことであったり、そういったものをどんどん取り上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではごきげんよう。